イラク選手の芝生退場で、韓国サルマネが再び物議に。現地時間1月29日、カタールで開催されているアジアカップラウンド16でイラク代表はヨルダン代表と対戦。この一戦で物議を呼んでいるのが、フセインの退場シーンだ。ヨルダンの選手たちが先制した際に披露した何かを食べるパフォーマンスを真似て、フセインは得点後に座り込んで芝生をむしって食べるような仕草を見せた。これが挑発行為とみなされて、警告の対象となった。これをきっかけにかつて起きた韓国選手の侮辱ポーズが X で話題になっている。日韓戦となった2011年カタール大会準決勝では、韓国選手がゴールを決めた後のセレブレーションでサルマネポーズをとって大騒動。人種差別や陰謀論まで飛び出し、サッカーの枠を超えた問題に発展した。試合後、日本サッカー協会は韓国サッカー協会に対して事情説明を求めたが、韓国側からの返答は日本に向けたものではなかったというもの。キソンヨンは当時、スコットランド一部セルティックに在籍し、人種差別の野次を受けたことが指摘されていた。そうした背景もあり、韓国のチーム統括責任者を通じて欧米人向けに行ったパフォーマンスと弁明したという。日本協会としてもそれ以上の追及を行わず、抗議もしないという結論に至った。サルパフォーマンスの誰かさんにカードが出なかった時代とはもう違うんだなと思った。イラクの選手が挑発的な行為と判断して退場。もし、またサルマネパフォーマンスなどをしたら、相手に対しての侮辱的な行為として、イエローカードが出されることも考えられる。イラク選手の行動は、韓国のサルマネに相当するような差別的な愚行。イラクの臭くってイエロー累積退場には草生えたが、侮辱行為といえばサルマネのキソンヨン。あれの一番笑ったのは、そもそもお前らも十分サル顔やん、そして負け取るやんってとこ。サルマネもそう、マウンドに国旗を立てるのもそう、ゴールや相手に勝ったからといって何でもして良いわけじゃない。逆に韓国の国民は何も思わないのかな。仮に日本代表が差別的な行動とかスポーツを政治に利用したりしてたら自分はめちゃくちゃ腹立たしいし悲しいんだけど。今大会は挑発行為で退場になる。日本にもヘンテコなパフォーマンスする選手いるし審判に誤解されないように気をつけよう。朝の、お前のことやぞ。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。